Peggy 7. Hello everybody, watching Nintendo Direct. I'm Eiji Aonuma, the producer of The Legend of Zelda. ゼルダの25周年を皆さんと一緒にお祝いさせていただいたのは、ついこの間のような気がしていたのですが、あれからもう1年も経っているのですね。月日の経つのは早いものです。昨年末には Wii U も発売されましたので、そろそろ Wii U の新作ゼルダについて、皆さんにお話ししたいと思うのですが、詳しい話は実際のゲームの画面を見ていただけるようになってからするとして、本日はその開発テーマについてお話しさせていただこうと思います。 Wii U の新作ゼルダの開発テーマはズバリ、ゼルダの当たり前を見直すです。なんだか体操の音楽が聞こえてきそうなテーマですが、このゼルダの当たり前というのは、例えばシナリオに沿って順番にダンジョンを攻略するという当たり前や、一人で黙々と遊ぶという当たり前など、ここ最近のゼルダで当たり前になってきたことを原点に立ち返り、今遊びたいスタイルに生まれ変わらせようということです。実はこれと同じようなチャレンジはスカイウォードソードでもしてきたのですが、一本道な構成にはあまり手をつけられませんでした。今回それが具体的にどんなふうに生まれ変わるかについては、もう少し出来上がりを確かめてからお話しさせていただきたいと思います。それとは別に、本日はその Wii U の新作の開発の過程で生まれたちょっと興味深い画像がありますので、それをぜひ皆さんにご覧いただきたいと思います。ファンの皆さんにはこれが何の画像かもうお分かりのことと思いますが、これは今から10年前ゲームキューブのタイトルとして発売されたゼルダの伝説風のタクトの舞台となったタウラ島を Wii U で HD 画像化したものです。我々ゼルダチームは2011年の E3 で HD エクスペリエンスという Wii U のゼルダのデモを公開してから、さらにそのグラフィックを検討するために過去のシリーズタイトルをいくつか HD 化してみたのですが、タクトの場合は画質が良くなるという単純な変化ではなく、何か全く新しいものに生まれ変わったように感じました。本日この画像を皆さんにご覧いただいたのは、新作のゼルダを完成させるにはまだまだ時間がかかりそうなので、それが発売できるようになるまでの間に Wii U で生まれ変わった風のタクトを皆さんに遊んでいただけるように製品化することにしたというご報告をしたかったからなのです。 Wii U の風のタクト、新作同様楽しみにしていてください。